ですね、今水が流れる状態になった感じでして、でやったのがあのトーラーと呼ばれるあのぐる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 回転する機械でこう油を落としてってっていう感じで、まだ途中経過なんですけども、ちょっとあの缶の中見ていただければなっていうところで、これ入れてって、でここが2階から1階に落ちるところで、まだまだあの缶の上のところに白いやつが残ってて、これがもう全部油なんですよね。そのぐる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 回転してるやつなので、どうしても缶の上までは清掃ができないので、そのワイヤーに沿ってこう丸く削れてるっていう感じですね。すごい詰まってる感じ。そうですね、入れていくと、もうこの辺もずっとこの辺の白い両サイドにいるやつとか、上の方にもかなり油がいるような感じなんですよね。ここが水の表面で、今水が反射、下を反射しちゃってるのでちょっと映らないんですけど、まあ、徐々に徐々に水位が減ってってるので、なかなかこの油がついてる状態で内視鏡を入れるっていうのが、あのカメラ自体に油汚れがすぐついちゃうので、なかなか見れることができないんですけど、これたまたま見れたので。今残ってるやつは、はい、また これから取れるんですか、ね、もうじゃあやっぱりこれ取るのも難しい状態。これからあの取っていきます。あ、まあ、どこまで取り切れるかっていうところではあるんですけども、あ、できる限りあの落とすようにはしますので、はい、この上の方にも白くいるのが全部油。すごいな。今この見てるところは1階、はい、2階と1階の間ですか、それもっとその下ですか。1階の天井でぐわーっと外に向かってる排水管ですね。横になってる。そうですそうですそうです。ただ見る限り大体これが入れたメーター数なんですけども、2メートルぐらいのところまでが一番汚れてるかなっていうところで、すごい。やっぱここ横になってとかもできないよね。そうですね、まあ、こっち側もまあ汚れてるは汚れてるいますけど、そこまでがっつりした汚れではないのかなっていうところではありますね。その詰まってた結局なんかこう一番の原因だ。はい、その後のポイントは、ちょっとこれあのごめんなさい、ね、先に入れちゃって、まあ、大体4メートルぐらいの、 あの排水管が汚れているような感じで、一番汚れているのがまあ2メーターまで、おそらく詰まってたらへんが、まあ、まずこの2メートル 1.9 ぐらいまでが一番汚れてるので、そのあたりのどこか。で、例えばこの曲がるあたり。そうですね。あとはここはずっとまっすぐなので、ストレートの間。いや、多分ここのストレートの間の1.4メートルぐらいの間のどこかで詰まってたのかなっていうところですね。下に落としてから曲がった先でっていう感じですね。意外とここの2階から1階に抜けてる配管に関しては結構綺麗なんですよね。で、曲がったそばから汚れてる感じなので、まあ、この先のどこかで詰まりが発生してたのかなっていうところですね。そうね、1回このピーピーするとかでいろいろやったんですけど、多分ここしか綺麗にならなくて、やっぱ横のところで溜まっちゃったのかなって感じなんですね、はい、そうですね、ピーピースルーもあの水に結局溶けるようなものなので、油汚れまでここまで硬いと、もう何回も使用するとか、ずっとつけ置くとか、ずっとつけ置いたところで取れるかって言われちゃうと、なんと思っている感じです。わかります。ちょっとお時間かかっちゃうかもしれないですけど大丈夫です。かかりました。全体的に落とすようにいたしますので、はい。
か。マジか。食洗機じゃないかなっていうところで、多分さっき食洗機の穴もそんなに見受けられなかったかなぐらいだったんですけど、まあそれもちゃんと見えるようになって、この辺ももう缶の上も真っ白だった感じだったんですけども、特にあれですよね、2メートルぐらいまでが顕著に油がついててっていう感じなんですけど、今ちゃんとこのグレーの色が見えてくれてるので、大体この辺りぐらいまでですよね、さっき油がいっぱいいたグレーのところちゃんと見えてきてくれてるので、油は取れたかなっていうところ で、一応この先も見てってあげて、こういうちょっと白っぽく残っちゃってるのが、まあ、油のいた跡かなっていうところで、本当薄いやつだけなので、あのこの辺も大丈夫かなっていうところですね。でこう行ってまっすぐ でここが、1階の天井から外の、あ、違う、1階の天井から、ここの1階の基礎のところ、床下に潜るところの縦の間っていうところに呼ばれるところですね。で、要所要所、ちょっとお水が溜まっちゃうところがあるので、その辺で詰まりやすいのかなっていうのが見受けられるんですよね。特に、やっぱりあの詰まりが一番広かった、この2メートルぐらいのところまでの間で、ここに下に水が溜まっちゃってるんですよね。先のこの曲がりからは水が全然溜まってないので問題ないかなとは思うんですけど、ここが一番水が溜まりやすいので、必然的に油とかも溜まりやすくなっちゃうんですよ。こことか顕著ですよね。ものすごく悪いかって言われたら悪い、そこまでではないんですけども、ただ水が溜まらない方が一番いいので、台所とか使い終わった後、水バーッと一気に流してあげるとか、あ、そういうこと、はい、やっていただけると、よりその水の勢いで油汚れを軽く清掃できますので、詰まりの予防としては効果ありますので、そういったような感じでお願いします。はい、ちょっと台所復旧しちゃいますね。水流してみますね。はい、
一番最初はもうすぐゴワーッと上に上がってきたような感じだったんですけども、そうですね、こうやって流しても、そうです、そうです。缶の中の状態はあの奥様の方に、はい、一緒にご確認して、2メートルのところなのすごい油があったところ、 はい、あそこはもうあのほぼ完璧です、はい、やっぱなるか。これなんですけど、はい、あの今までってこれ鳴ったことって、あ、鳴ってましたねそうですよね。で、あの外をちょっと見ていただきたいんですよ、はい、結局お2階の台所がここにつながってまして、今こうパーッと水が流れてるのが分かりますか。はい、はい、でこれ自身がタメマスって呼ばれるものでして、はい、あのそこに水が溜まってるのってお分かりになりますか、ね、はい、上側っていうか、はい、奥側の、そうですね、はい、そうなってしまうと台所の排水管の下にも水が溜まるようなところがあって、はい、で、あとここにも溜まるような構造にな、水が溜まるような構造になってるので、はい、いわゆるそのダブルトラップって呼ばれるような状態になっちゃってるんですよ、はい、そうなってしまうとここにも水が溜まって、で台所の下にも水溜まるようなところがあって、はい、あのそうするとあの空気の逃げ場がなくなっちゃって、はいはい、あの基本的に排水ってこう空気を取り込みながら流れていくっていう感じなんですけども、はい、両サイドに水で蓋して、ここでも水で蓋しちゃうと、ああ無理くりどっかから空気を取り込もうとして、あの一番近い台所からコポコポ音が鳴ってしまうっていうのが発生しているような感じなんですよね。過去何度かちょっとやらせてもらった現場さんで、お2階にもあの水が溜まるトラックがついてて、はいはい、で外にも同じようなためますの現場が何件かあったんですけども、鳴らないところもあったので、うん、今回は鳴らないところなのかなと思って、うん、そしたら水止めてから10秒20秒ぐらいにコポコポコポって鳴り始めちゃったので、はいはい、うん、油自体は取り除けてはいるけど、あの音に関しては構造的な問題な感じではあるかなというところではあるんですね。その構造的な問題なので、その、はい、なんか油とか汚れが詰まってて出てる音ではないっていうことですよね、今の話だと。そうです、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 はい、あとはその聞き込みなので通気弁って呼ばれるものをつけるとか、あとどうしてもそのダブルトラップですと水の流れが阻害されちゃうので、より詰まりやすくい感じになっちゃうんですよね。あそこの台所が10年ぐらいで、多分こっちは多分もともとあったやつだと思うかな。でも作り替えてもかな。あのここの、お2階の台所なんですけど、これ1階の台所もつながってるんですよ、ここに。あ、そうかもしれないですね。で1階は使えてた状態で2階で詰まってたってことになると、まあほぼほぼあのやっぱ蛇腹ホースのところから2メートルぐらいの間で詰まってたっていうところではあるとは思うんですよ。そういうこと、そういうこと。だから1階はここでためますになってる、はい、ですよね。多分この1階の方はこのままつながってて、はい、ここでためて、でもで2階は2階で、はい、プラスアルファでそのためるやつが1個ついてるから、うちの方はまあそういう状況になってるってことですよね。音が出る。そうですね。ただもう1階のお台所も水溜まるところはついてるので。あ、そうなん。うん。そうか。じゃあそういうところ。そうです、そうです。あの鳴る時と鳴らない時があって、まあ基本は鳴るかなっていうところではあるんですよね。はい、お客様にご説明する前にちょっと私も水流したんですけど、特に鳴らなくて、でさっき鳴ったり鳴るので、まあ鳴ったり鳴らなかったりとか、まあその水量の差もあると関係してるとは思うんですけども。ここがお2階の。こっちはお風呂かな。あ、お風呂とか洗面所なんですけど。はい。で、こっちも、まあ、お風呂か洗面所か洗濯かっていう感じではあるんですけど。で、ここの排水自体は、さっきみたいなあのトラップマスにはしてないので、開口になってるので、基本的にはこれなんですよね。こっちにつなげてたら、あの、お2階の、あの洗面所とかもかなり水がの流れが悪いはずなんですけども、まあ、それを避けるために、まあ、よく改修工事というかリフォームとかですと既存の排水のマスのこの脇っ腹穴開けて配管突き出してっていうのは
多いんですよね。1階のあのお風呂場がまたすごく流れが悪くて顕著に流れが悪いんですけど、それも、ここではないんですけども同じような構造なんですよ。結局ここに水が溜まるような仕組みになっちゃってて、これが、1階の洗面か、洗濯機なんですよね、はいはい、なので洗面所も水は流れるんですけどゴボゴボって言う時があったり、はい、言わない時があったりしてしまうので、ただまあ清掃はかけてるので缶の汚れうんぬんかんぬんのその音ではないっていうのは確かではあるんですけども、はいはいはい、その水溜めはまあ当然そのなんだ、はい、逆流だったり匂いとかが出てこないようにするために、はい、そういうメリットがあるからこういう構造になってるんですよね、そもそもの話。そうですそうです。昔の洗面所とかってこう床から立ち上げた排水管に、なんだろう、蛇腹ホースをそのままストーンと刺してるだけとかがあったりするんですよね。でそうなると水を溜めるところを作ってあげないとその害虫とか匂いが上がってしまうので、外にこうやって水を溜めるところを設けるっていうのがあったりするんですよね。で、最新の機器とか衛生機器を入れると、絶対にもうトラップって洗面台の下とかお風呂場自体にもついていったりするので、はい、で外を直さないとここにつなげちゃうと結局ダブルトラップっていうのが生じ、作られちゃうので、あ、なるほど、新旧で合わさるとそれダブルになっちゃう、なっちゃう感じですね、はい。まあ、今の、新築のところであれば基本的にためますっていうのは雨どいとか、雨どいとかというよりか雨どいぐらいしか使わないので、それを生活排水流しててってなると、まあ基本的にはダブルトラップになっちゃうかなという。1階のお風呂場は流れが悪いみたいなお話とかって、ね、1階、まあここリフォームしたばっかなんですけど、ここが1階のお風呂場なんですよ。お風呂自体のやっぱりそのためますが今回なのかな、作られてこっちに回ってってことなんですか。そうですそうですそうです。なので顕著に流れが悪くなっちゃうっていう感じですね。多分どうなんですかね、中だけリフォームをされたみたいな感じですかね。そうですね、浴槽を入れ替えたみたいな感じですよね。あれ、ただここって増築された部分じゃないですね。あ、やっぱそうですよね、そうですよね、増築された部分だったら排水管こうやって持ってきて溜めますにはしないって思ったんですけど、なんとなく多分やっぱ既存のやつを使って、はい、うん、外につなげて外がこの溜めますのまんまだからちょっとこういう感じになっちゃってるのかな、うん、そうか、ダブルのあるダブルのデメリットとしては、はい、やっぱりその空気の流れが悪くて、はい、そのゴボゴボっていう音が出てしまうっていうのがまあ今の話で、そうですね、音が出るのと逆もありますね、水が一回上がってきてブワーって流れて息継ぐような感じで水が流れていったりとかっていう、ゴボゴボ鳴るとか、まあ、水が上がってくるとかひっくるめて、まあ、排水不良がっていう意味合いで起きやすいですね。水の流れがやっぱり悪くなっちゃいます。ですし、水の流れがスムーズじゃないと、やっぱ詰まりとかが発生しやすかったりっていうのもあるので、基本的にはダブルトラップ、基本的にというよりかは、ダメな構造ではあるんですよね。排水管にとっては、よくない。なるほど。ただ10年ぐらい一応持ったっちゃ持ったってことですよね。そうです。いや、まあ実際2、3、ここ3年ぐらいはずっと悪いなと思ってて、はいはいはい、でなんかなんとか自分たちでなんかやって、はい、なんかこう 10悪かったのが8か9ぐらいになってまた10の悪くなってみたいなのを繰り返してて、はいはいはい、もうちょっといよいよダメかなと思ってちょっとお願いしたっていう感じなので、はい、本当もうここ3年ぐらいはちょっとストレスかかりながら洗い物してたっていう状況なんで、
そうですよね、7年とかで、まあ、そのどれだけ料理するとかどれだけ油物を使うかとかでも結構顕著に変わっちゃうので何とも言えないんですけども、まあ、つまらないご家庭はずっとつまんないですし、まあ、つまるご家庭であればもう、うん、数年で詰まっちゃう時もあるんですけど、新築増築したところの新しい排水管でじゃあ7年ぐらいで流れが悪くなり始めてたって考えると、うん、まあ、ちょっと早いかなっていうのも、はいはい、すごい早いっていう感じはないですけどもっていうところではあるんですよね、はいはいはい、あとはまあ今回の容量がある方分かっては分かったので、まあ、その詰まりかけてからそのまた清掃するとか、はい、そういったのをお考えになっていただくのがいいのかなというところではあります。あとお願いしたらやっていただけますか。あ、ご連絡いただければ、はいはい、ぜひぜひ。であればもう、まあ、そうですね、あの今回のとこで、まあ、状況もよく分かったし、なんかその抜本的に詰まってから自分たちに何かやって、はい、劇的に改善するものでもないっていうことも理解できたから、無理せずお願いしようかなと思ったんですけど。台所とかに限って言えば、水を溜めて流すとかしていただければおそらくもうちょっと長くは持ってくれるとは思うんですよね、はい、それを、まあ、寝る前とかの晩ご飯の料理が終わった後とかにあのお鍋一杯程度の水をバーッと流していただければ、はい、その分だけその缶の中洗ってくれて、はい、少しは汚れを取ってくれますので。